皆さんこんにちは。ノバさんの番組番外編ということで、始めていきたいと思います。今ね、4月27日月曜日の、夜のこれ焼津テレビの配信になっているかと思いますが、実際に今私が、撮っているのは、撮っているってこの収録をしているのは、4月の25日、土曜日の、朝です。土曜日、週末ですね、まだね。というのも、まあ、先週も先、あ、今、まあ、私、今日週末撮ってますので、この月曜日に配信された分とか、まあ、その前に配信された分とか、まあ、適当に10分ぐらい喋ってますけど、まあ、ちょっとこんな時ですからね、家に行ってできることをやりながら、まあ、ちょっとかっこいいことやってみようかなと思って、ホルンを、まあ、趣味で吹いてるわけですけど、そのホルンをね、家の中で、サイレントブラスっていう、まあ、ホルンのベルの中にこう、カポッとこう入れましてね。で、音が、まあ、出ないように。これただの、風でもありません。むせただけですけど。そのカポッと入れましてね。それで音が、まあ、小さくなるわけですね。で、それを線でこうピューと出して、ラジカセの中にこう、取り込みましてね。で、そのラジカセには伴奏の CD を入れて、で、一人で伴奏付き、まあ、カラオケみたいな感じでできるんですよね。で、まあ、それで、ちょっとアメージンググレースとかね、練習をして、撮ってみたんですけど、あまりに、ひどい内容で、これちょっと恥ずかしいからやめようということでね。まあ、それが、まあ、金曜日までの話です。で、まあ、これ見ていただいている方、月曜日に見てらっしゃると思いますけど、まあ、実際に、他のね、喋り手の皆さんもやってると思うんですけど、まあ、一応金曜日ぐらいまでに、青木プロデューサーからは出してくれということで言われてますので、まあ実際これ今週末土曜日になって撮ってますのでね、時間に入れ、今回はダメですと言われて、ボツになってるかもしれませんけどね。まあそもそもこんな内容のない話をしてますから。まあ、ボツになってもね、また来週ちゃんとやってみようと思いますけど、まあそんなわけで、ホルン演奏編、演奏をしてみたシリーズは未だ始まりません。なんかね、今度は吹いてみてとかなんかいろいろ言われるんですけど、やっぱホルンは後ろ向きの楽器なんで、もうホールとかね、そういうところで後ろの壁に当たって跳ね返って、それを聴いていただくというぐらいが、ちょうどいいんじゃないかと思います。そんなわけでね、それとね、先週ですね、これ今 iPhone で撮ってますけど、 iPhone のこの画面に今3分46、3分47、3分48ってこう出るんですよね。で、これでこう見て、だいたいまあ10分ぐらいに着地できるように話してるんですけど、先週 Zoom のこう仕組みを使いまして、 Zoom の画面に向かって、 Zoom、まあ、Mac で、 MacBook で Zoom を見ながら、画面共有っていう仕組みがあるもんですから、まあ、このズーム一人でね、誰とも相手があるんじゃなくて、こう自分だけを映すと、こう自撮りしてるような感じになって、で、画面共有でもって、皆さんに見せたいこう資料とか、そういうのを出せますのでね、それでちょっとかっこよくやってみようかなと思って、やったところが、自分何時に始めて何時に終わるって、こう時計見てやってないもんですから、まあ、始めてみてね、今何分やってますっていうのが画面に出るのかもしれないんだけど、あの時あれ、なんか今何分やってんだろうってわからなくなって、まあ、このぐらいかなって思って終わって、では皆さんまたみたいな感じで、終わってみたら11分以上話しててね、青木プロデューサーからその10分っていうのが言われてますので、厳格なものかどうかわかりませんが、ま、それを、編集したんで、編集をしたんですね。で、編集して、1.25 倍にすると、11分何秒かが、9分かけるぐらいになってしまって、まあ、以下ということで、まあ、私こんな感じで話が、滑舌が悪くて、さらにこう、のんびり話しますのでね、ちょうどいい感じで聞きやすくなったんですね。で、いい感じだなと思って。で、ついでだから、BGM もつけちゃえということで、iMovie に、もともと選べる音楽がありますので、その iMovie の音楽をつけて、まあね、
送ったんですね。こうデータのファイルを、クラウドで、青木さんからこう引き取れるような形で。まあ、皆さんそうしてますけど。まあ、そうしてね、終わったという感じでいたんですけど、配信されたのを見たら、どういうの、元のものが行ってしまったみたいで、無編集のね、なんかダラダラ喋ってるやつが、11分ぐらいまで出ましたね。そんなわけで、皆さんすいませんでした。で、今日はね、ちゃんと今、6分53秒、54秒ですね。なってますけど。まあ、時間に今日は、大体収まると思います。まあ、ちょっとね、内容ないですね、今日ね。あ、そう、3週間ぐらい前にね、イタリアとか、ニューヨークからね、今のニューヨーク、今の東京はね、そういう外国から見て、2週間前、3週間前の、ここニューヨーク、イタリアだみたいなことありましたけど、まあ、そうはなってないんですけど、まあ、ちょっと変な風になってきてますね。本当に冒頭に言ったかどうか、こんな風になるとは、まあ、2週間前、3週間前はちょっと予想しましたけど、去年の今頃全く考えなかったですね。想像しない世界になってきているということですね。まあ、スーパーもね、自分の近所で、まあ、買い物にたまに行くんですけど、T から始まる、タから始まる、まあ、ローカルのスーパーですけど、まあ、集客があまり密集しないようにということでいろいろやってますね。その前に、物流もちょっと先が読めないということで、チラシによって何曜日っていうのは、安いですっていうような、仕入れをしないことになってますけど、でも物流結構回ってるので、スーパーに行くといっぱい、品物がたくさん、溢れてますよね。で、ただ、昨日行ったら、火曜日は何が特売とか、まあ、チラシがなくてもポイント、10倍でとか、まあ、そういうのがあったんですけど、まあ、それとか朝だけポイントとかね。まあ、そういうものを今、密集を避けるために、しばし取りやめますということになってました。というのは、もう本当にマーケティングっていうかね、インストアマーチャンダイジングって言うんですけど、そういう店内施策ですね、そういうのもガラッと変わってくると、今までは、客数、売上高イコール客数かける単価ですからね、この掛け算なんですね。で、この客数っていうのは、なかなか上げるの難しいです。で、もう本当に定番になった方法で、ああいう、チラシとか、そういうもので、特売とか、もう分かってますから、とにかく、そこにやってきていただくという。これが、まあ、客数を上げると。で、あとね、それが今できないわけですね。だから全く今までの、そういう、インストアマーチャンダイジングのやり方が通用しなくなってきていると。で、まあ、そうなると、まあ、皆さん面白いんでね、ちょっと見てください。彼らもね、プロですから、マーケティングの。いろいろやってますよ。まあ、昨日も早速ね、陳列を変えるんですね。で、結局、皆さん生活今変わってますから、家の中にいる時間が多いとかね、家族が週末、割と一緒にいるんですよね。そういうことで、ちょっとそういう部分も配慮しながら、衝動買いですね。計画購買ではなくて、決めてなかったものを当日買ってしまうことによって、客単価を上げるっていうようなやり方を、してます。陳列も店に入るとね、ワゴンとかカートとかでね、ちょっと形陳列してますのでね、皆さんね、見てください。まあ、そんな感じでね、ちょっとね、まあ、これ今自撮りしてますけど、ちょうど今、日が昇ってくるようなね、時間になってますのでね、日の出を見に行きたいと思います。見えるでしょうか。それでは、行ってみたいと思います。昇ってきましたね。こんな感じで。よくなんかの映画かなんかで日が昇るみたいな、そんな感じですね。今、手元の時計ですと5時7分ぐらいですけど、実際は今日は5時、まあ、2分、3分、4分ぐらいの日の出なんでしょうけど、まあ、雲はないですけど、雲はほとんどないですけどね、まあ、静岡県焼津市ですから、東に駿河湾、伊豆半島の、まあ、ちょっとね、平田の方の山の高さの分だけ遅く上がってくると、そんな感じです。まあ、しばらく天気のいい日が続きそうなのか、まあ、たまたまここに2、3日続いてますけどね、週末どうでしょうね。まあ、そんな感じで、まあ、一応これ月曜日に配信してますが、まあ、今週も1週間
頑張っていきたいなと、そんな風に思います。ではでは皆さん、また来週。